じゃあ島の方をね歩いていきたいと思います。あそこのね堤防に見えるバス停みたいのがねフェリー乗り場なんですね。僕降りた時あれバス停かと思って、あ、こんな堤防のここまでバス入ってくるんだって思ったらフェリー乗り場でした。で、あの堤防の先端側行くとね、初日は釣り人は少なかったんですけど、昨日はね釣り人だらけで、もう場所取るとこもなかったぐらい釣り人いたんで、釣りやりに来る人は朝早めに来た方がいいですね。フェリーの一便で、フェリーの一便が8時ぐらいに熱海発なんで、それをめがけて来たらいいと思います。はい、ようこそ初島へ。釣り人いますね。みんな多分泊まってるんですね、これ。で、ここが釣り餌とかね売ってるところなんですよ。伊勢エビ、サザエとかね、レンタル釣り竿とかあるんですけど、レンタルの釣り竿は延べ竿なんで、あの本当小物を釣る感じの竿ですね。結構餌がね豊富にあるんですよ。で、お会計はこっちの茶色い建物でする感じですね。で、思ったのがトイレがね結構いっぱいあるんですよ。もうここにまずトイレ、で、あそこの青いのが、青い看板があるのが島唯一のスーパー。いろいろね結構品揃えあるんで、あそこでまあ多分買い出しとかもできる感じですね。はい、いや今ねちょっと時間帯がね悪いな。逆回りにしようかな。眩しいな。でも向こうから来ると同じか。はい、こっからねご飯屋さんいっぱいあるんですよ。ここは売店みたいな感じですね。ご飯屋さんってより民宿もやってる磯料理田中屋、ここは来てないですね。釣り船磯料理メガネ丸、白方、何あれ、白、読めねえわ、ごめん読めねえわ。中石亭、味噌料理宮下、ここがねここがめっちゃうまかった。ここの海苔丼ってやつがあるんですけど、熱海の人に教えてもらったんだけど、めちゃめちゃうまい。木村屋、あと磯料理隅食事処、磯料理鈴木丸、
磯料理上野11時からラストオーダーとか書いてあるけど、結構お客さんがもう入って飲んでる感じだとやってたりします。でこうやってお店の人がね毎朝ね寮に出てその日のね食材をね調達しに行ってますね。結構でまだ今日で3日目なんで2箇所しか行ってないんですけど、宮下ってところと、一番初めの方にあったメガネ丸、メガネ丸の方はねあまりおすすめしません。ちょっとお店の人の感じがねあんまよろしくないっていうのと、僕っちだけ特別だったのかもしれないけど、あとご飯的にもねちょっといまいちだったかなって感じです。他のところのウニとかあるんですけど、他とこのウニは1500円ぐらいしたりするんですよ。でもメガネ丸だけ600円だったんですよ。ウニ安って思ってて、それで入ったんですけど、美味しくなかった。ウニがね、それだけたまたまかもしれないけど、でも一番いいのはやっぱ地元のそこのお店の人と話ができるのはものすごくいいんで、ちょっと不愛想っていうのはねちょっといただけないですね。2箇所3箇所行ってるか、3箇所行ったら昨日2軒行ったからここだな。橋本屋、キノコの橋本屋ってとこ来ましたね。ここはね味とか普通です。普通ですけど、お店の人がねおじさん一人でやってたんですけど、結構話してくれる人だったんで、いろんな情報を聞けたりだとかね、島のことについて話ができたんで、それだけでも全然この店はありかなと思います。で最後あそこの黄色い看板の宮下ってところですね。ここのお店のね海苔丼がめちゃめちゃうまい。ちょっとかき揚げ丼に近いんですけど、味が濃いんだけどめっちゃさっぱりしててすごいうまいんですよ。でその情報はね今向こう側に熱海見えるんですけど、熱海の居酒屋でちょっと仕入れた情報で、向こう行ったら宮下ってところの海苔丼ちょっと食べてみてって言われたんで食ってみたら、ほんとうまかったですね。これめちゃめちゃおすすめです。宮下の海苔丼ちょっと来る時があったらね食べてみてください。はい。でここが昨日来た橋本屋、磯料理力丸、この辺はもう来てないですね。民宿磯料理大西、酒屋、はい。食うとこはこんな感じで、メニューはね似たり寄ったりなんで、あとちょっとそこのね店の味だったりとか店の亭主のね人の良さだったりとかね、そういうので決めた方がいいかもしれないです、ね。ここダイビングショップなんですけど、もうずっと下はねウェットスーツやらフィンをね出しっぱなし、もうザ島って感じですねこれ。撮る人もいないんでしょうね。もういろ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 出しっぱなしですから。で多分このテーブルの並び見るとここでちょっとバーベキュー的な
ことも夏になればやってる感じですかね。これまあ僕この2日間でそういう光景は見てないんですけど、ダイビングはねやってました。結構来てました人が。でここにもホテルじゃねえ、これここにもトイレで、さっき中見たらね結構綺麗です。結構っていうかめちゃめちゃ綺麗です。でちゃんとトイレットペーパーもあったんで、全然あの掃除されてて綺麗なトイレでしたね。でもうこっからね、こっからでもないな、ちょっと道が悪いんですよね。もう細くなっちゃって、このままどこ行くんだって感じの道。もう島一周するにはねここ通るしかないんですよ。これで釣り船、ここずっと朝から昼ぐらいまでずっと釣り船がいますね。ピカ初島、まあ、あの僕泊まってるホテルなんですけど、ピカ初島釣り船、まあ多分あれイサキやってるんでしょうね。多分なんかここによく釣りに来てる釣り堀で知り合ったおじちゃんは、あれブリやってんだよブリなんて言ってたけど、多分あれあからさまにブリじゃない。ブリってやっぱ青物なんでね、結構やっぱ動き回るんですよね、船もいろいろと。あんまあの船走ってないんで、多分餌で寄せてる感じだと思うんですよ多分ね。まあ、ブリではないなあれ。はい、ちょっとね南国感が出てくるんですよね、この辺からだんだん。で今日は海が結構荒れてる方ですね。これめっちゃガシャってる。でこの辺ちょっと僕一回あの素潜りで、まあシュノーケリングみたいな感じでね潜ったんで、ちょっと別動画になるんですけど、まあそちらも見ていただけたらなと思います。めちゃめちゃ綺麗だった、うん、めちゃめちゃ綺麗だし、めちゃめちゃ魚いるし、なんでみんなこっちで釣りしないのってぐらいめちゃめちゃ魚いたから。しかも全部でかいっていうね。いや太陽昇ってきたな。ちょっと直射日光がめちゃめちゃ暑い。今ダイビングショップの時計見たら5時45分ぐらいでしたね。まだまあそれでこの暑さ、めちゃめちゃ暑いですよ。でさっき看板もあったんだけど、ホテル行くにもねこの道通らなきゃなんですよ。であそこのフェリー乗り場からホテルまでがね結構ある、20分ぐらい
荷物持ってると30分ぐらい歩くんじゃないかな。まあまあ普通に歩く分にはね、見知らぬ土地に来てこう景色いいとこなんでそんな苦ではないんですけど、ついて荷物めちゃめちゃ持ってる時とか、あと着いた時の方がまだいいのか、帰りですね多分。帰りの家に帰る道中、現実に帰る道中がね、荷物持ってフェリー乗り場まで行く道のりが多分長いですねこれ。今19分、結構止まってたからね、あのご飯屋さんの前でもう20分経ちましたよ。40分で島一周できるんだったらもうね島半分ぐらい来てなきゃおかしいんですけど、3分の1ぐらいしか来れてないかな今。お、パイナップル、ビッグパイナップル。お、何パイナップルからなんか生えてんじゃんこれ、すごっ。パイナップルからフキノトウ、あ、巨大パイナップル。あ、これねこの松めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗というかめちゃめちゃかっこいい。初日に来てみてうわすげえなって思ったんですけどね、かっこいいこの松。でここがホテルのね受付になるんですね、ここが。でさらにここからまだ上に歩かなきゃいけないんですけど、15分ぐらい、10分ぐらいかな。ここでチェックインして、これもうねこっち行くとまっすぐ行けないんですよ、これ行き止まりになってて、こっちのね島一周するにはね階段登っていかなきゃいけないんですよ。もうここホテルのねプールあったりだとか芝生がねあるぐらいで、もう他はないですね。でここのもうホテル行くにこの階段が難所大変です。これスーツケース持っていろいろ食料やら飲み物やら持ってここ登るのはねだいぶ過酷でしたよこれ。こうホテルの人もね、じゃあ部屋まで荷物持ってっておきますねがないんですよね、島国なんで。多分今まで結構ホテル泊まってきてるけど、まあこんな離れてればね、まあ送迎だったり、まあ部屋まで荷物持ってってくれるのは全然もう普通ですし、まあでもまあ島だし、逆にねホテルの人からしたらそれが普通なのかもしれない、わからないですけどね。今コロナで店員さんがねあんまいない可能性もあるし、
で、ここが、ここで階段上りきりで、島の全体図じゃねえな、これ全然この辺の地図ですね。で、ホテル行くんだったらここの間行かなきゃいけないんですよ。で、一番初めの初日道間違えてこっち側行っちゃって道に迷ってね、もう疲れ切ってもう心が折れたというね。そしてフロントに電話したら、2回ぐらい電話したら迎え来てくれましたね、車で。でね、蚊がすごい、今こうやって歩いてても刺されるぐらいなんで、止まってるとね、もうエンドレスで刺されますね、これ。あ、蜘蛛の巣もすごい。で、島一周するにはこっちの道行かないとダメみたいです。ちょっとこれペース上げていかないとだいぶ長い動画になっちゃうの、これ。いや、蜘蛛の巣すごい、やばいな、この蜘蛛の巣だらけ今。あれ、これ違うな、パイナップルじゃないな、これガチパイナップルかと思ったら、もう多分この辺ね、まあ一回歩いてるんで分かるんだけど、あんま何もないかな、景色も見えなきゃ店もない。ちょっとペース上げて頑張って歩きます。の上りなんでね、結構急なんですよ。ここをね、スーツケースゴロ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 ね、総重量25キロぐらいかなの荷物を持ってめっちゃ一生懸命登ったんですよ。でね、ここに来るとね、隣にビラ見えるんですけど、ここのビラはあのシャワーとかね、お風呂がついてないです。なんでちょっと安い方のビラなんですけど、まあ、ビラが隣に見えてきたから、え、ここ違うんじゃねえってなって、まあまあまあ、でももうちょっと歩こうってなってね、もうちょっと頑張って歩きましたよ、これ。で、あの奥の白いやつは灯台ですね、あれ。昨日もくるくる回ってたね、夜。うわ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 、ほら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 、もうこんな蜘蛛の巣ばっかりですよ、これ。危な。ってことはこれ何、まだ誰も朝通ってないってことだね。朝一で通る人、これだいぶダメージ受けるな、これ。俺朝一ってことだね、これ。
うわうわうわ、もう雲すごい、蚊もすごいね。虫、虫、夏場来る人はね絶対虫除け持ってこないと、これやばいやつですね。今6月十何日か分かんないけど、6月半ばなんで、多分これからもっと蚊がね増えてくるんじゃないかな。でここまで来て看板が後ろ向いてるんで、ほらやっぱちげえじゃんってなったんですよね。でここで電話しました。で車でね向こうの方走って送ってくれたわけなんですよ。でまあ今日は島一周するんで、こっち側はねまだ未知ですね。まだ行ったことない。ここが焼却場って言ってたかな、焼却場っぽくはないけどね。なんか普通の工場っぽいけど、もうなんか工場的なやつがありますね。すごいカメラがね、蜘蛛の巣だらけ。いやー日に当たると暑いな。こっからしばらく下りですね。これカメラだと分かりにくいけど、結構な勾配ですねこれ。15% ぐらい、 15% って言われたって分からんわね。ちょっと仕事上ね、あの勾配 12% とか 9% とかね、そういうところで仕事をすることが多々あるんで、 12% ぐらいの勾配がね大体なんとなく分かるんですよ。でこれもっときついな、これ18ぐらいある、20近くあるんじゃないか。でここがねホテル、ホテルなんだけど、ここは会員制らしいんで、あの一般ピーポーはね泊まれないですこれ。庶民はね泊まれないホテルです、会員にならないと。景色も見えないあんまり。これもう今多分半分ぐらいかな、やっと。もうちょっと来てるか、半分ちょっと多分来てる感じかな。これこの辺からは海には
行けそうもないですね、これ。険しい、だいぶ。なんで逆に釣りとかね、あとシュノーケリングみたいなことする人なら、ちょっと道を見つけて頑張って行ってみて、その辺でやってみた方が良いかもしらんすね。まあとりあえず人の入ってないところら辺の方が多分魚とかいると思うんで、昨日の海の中入った感じだと。もうなんかめっちゃ囲われてんだけど、この辺は。あ、富士山が見える。わかるかな、カメラで。まあ、若干雪残ってるんだよね。いや、朝からいい運動しろ、マジで。なんかちょっと鼻声っぽいよこれ。ほんとちょっとここのね、この2日間めっちゃ歩いてきたから足が若干筋肉痛。ああ、こっちもホテルですね、これ。ホテル広っ。客室めっちゃあんじゃん。なんで会員制なのって思うけどね。会員制で金取るより普通にみんな受け入れた方が客入ると思うんだけどな。でも平日とかシーズンじゃない時に収入がないから会員制にしてんでしょうね、多分。もう本当1年に本当何回も来るような人じゃないと会員制になる意味がないですもんね。なんかまあ多分ここ見た感じホテルも広いし、部屋もめちゃめちゃ多分いいとこなんだけど、まあそれでも毎回来るために他とこちょっと泊まりたい感じはしますもんね。毎回このホテルに泊まるのもね。よし。どこでしょう、ここは。全然わかりません。どの辺なのか。そうそう、エクシブね。エクシブホテルです。あ、こっちの道行くと多分僕が泊まってる方のビラ行くね、これ多分。お、エクシブの、さすがエクシブさん、島全体図。お、大雑把だなおい、これめっちゃ大雑把やん。現在地、うん。でここが食堂なんで、まあまあ3分の2ぐらいですね今。
テニスコート、多目的フィールド、すごいね。でね、この島にね、派出所とか交番とかそういうおまわり系がねないんですよね。なんで地元の人とかね、みんなノーヘルなんですよ。ノーヘルだったりね、二血してたりだとかね、じいちゃんばあちゃんが原付で、結構自由な感じでやってますね、これ。なんで、まあ県道とか市道とかね、そういう道じゃないんでしょうね、全部もう駐車場扱いみたいな、パチンコ屋のね、もう誰かの持ち物みたいな島全体が。標識とか一個もないですからね、バイクとか車走ってんのに。お、看板。フィッシャリーナ、初島湖、こっちみたいです。フィッシャリーナって、お、猫がいる。フィッシャリーナって釣りできる場所かと思って昨日行ったら、船を置く港でしたね。で、一応堤防があるんで釣りはできるんだけど、やろうと思えば。まさかの釣り禁止看板があったから、あ、ちょっと待って、あっちにも堤防あるじゃん。お、あれどうやって行くの、あそこ。誰もいないじゃん、あそこ。あ、人いるわ、一人いるね、ピンクっぽい。あれでも釣りしなくない？あれね、こうめっちゃ穴場じゃん、これ。うわ、そこで釣りしたかった。あ、そこにも人いるからね、白いシャツの人、釣りしてるっぽいね。釣りしてるっぽいからね。うわ、ここで釣りしたかったわ。あ、違う、ここフィッシャリーナだ、これフィッシャリーナだ、昨日行った俺。あ、上から見たから違うところかと思った。あれ、フィッシャリーナでもうね、噛んだらね、もうめんどくさいから喋らない。最近ね、滑舌が余計悪くなって、昔から悪いんだけど、滑舌が余計悪くなってきた。ジジイなのかな。
ちょっと海が見えるようになってきたかな。こう歩いたね、これ。これでもロードワークとかする人にはもってこいですね、この距離とアップダウン。俺も昔だったらこれ走ってたんだろうな。さ、うん、やっぱロードワークしてますね。そうそう、ここここフィッシュアリーナ、フィッシュリーナ、フィッシャリーナか。で、この中がね、多分堤防から向こうに向かってやる分にはかまわないだと思う。よくわかんないね、堤防から向こうに向かってやる分には構わないんだと思うんだけど、でもこの中がね釣り禁止になってるんですよ。でちょっとあっち側のね、あの辺の下見たらめちゃめちゃ魚いたから、多分ここ入れ食いです、完全なる。もう上からね、なんか餌落ちてくるの待ってましたからね、上見ながら。むしろ餌くれみたいな顔してたから、メジナ、ほとんどメジナでしたけど、まあ多分いろいろタイみたいなのも、タイか石垣台とか鷹の花台みたいな感じのもね、タイ系も結構いたけど、あんま見えねえな。もうでもほとんどね7割方って言ってもいいぐらいグレですね。しかもでかい、平均アベレージが30ぐらい。ちょっと見に行ってみます。ちょっとうまくね影になってないと見えないんですね、反射しちゃって。熱海でね偏光グラスを買ったんだけど、シマノの6000ぐらいするやつ。ほんと偏光も何もあったもんじゃない、ただのサングラス6000で買ったみたいな感じ。多分ね、偏光グラスいいやつだとね普通に万しますからね、3万とか。ほら見て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 、おチンバルエラーするんだよ。わかるかな。ちょっと電源切っとこうか。はい、ちょっとここからジンバルがね体調不良なんで手持ちで。見えるかな。見えるね。見て、めっちゃいるんだよこれ。
多分餌入れるとね、もうこんなん一発で釣れるよね。釣り堀ですよこれ、完全に。もうあいつなんて上向いてるからね。これ全部グレですね、メジナ。これ入れパクでしょう、完全に。しかもここだけじゃないからね。ほら上向いてる、完全にあの2匹上向いてるからね。魚ベラですね、あれでっかいベラ。ちょ、俺あんなでっかいベラなかなか見ないから、俺ハタかと思ってたら、ハタかと思ったら顔をねよくよく見たらベラでした。あれあれもでかいね、20オーバーだからね普通に。多分もうちょっと見にくいかな。まあこれずっとね向こうまでところどころに魚がいる感じですね。でも向こう行ったらね行き止まりなんで、 こっち側はまあ島一周する人はまあ力入ってきたんだけど、まあそこのねあっち側から行かないとこっち来ちゃったらもうここ行き止まりです。あの時計回りに回る人はね多分こっちに来るパターンがあるかと思うもんで気をつけてください。多分時計回りに回ればねもう自動的に今僕が通ってきた道しかないんで、あんまり大丈夫だとは思うんだけど、ちょっとねジンバル体調不良なんで手持ちでね、だいぶ揺れるんだけど、すいません。で、階段登ったらこんな感じです。近いね。プレジャーボートでこれじゃ、あの辺は伊東ですね。多分あそこは。伊東の町で、こっちは熱海。ですね。で、富士山。富士山も見える。風があって、ちょうどいいですね、ここは。気持ちいい。下はねもうこんな感じだから、これまあテトラ沿い多分降りてはいけるんだけど、まあテトラまで降りるところがね少ないからちょっとあまり行かない方がいいかもしれないですね。これまあ僕だったら行っちゃうんだけど、多分ここ潜ってもすごい魚いると思う。綺麗ですね、水が綺麗。潜りたい、めっちゃ潜りたい。ここえ、あの人早くね、あ、向こうから回ってきただけか。
とシャイな感じなんで、恥ずかしがり屋さんっぽかったんでね、ちょっと顔映んないようにしときました。で、この上ね、よいしょ、この上ぼちぼち高いんでね、ぼちぼち高いからあんまこういう上歩いて落ちないように この辺はちょっと低いですね、これ。まあでも降りれる高さじゃない。ところどころにね、階段があるんですよ。 2,3 箇所あったかな。ここですね、ここ一箇所。まあでもそんなね、多分この辺には降りる人はあんまりいないんじゃないかなって感じだけど、こっち側はマリーナの船の停泊所、停泊所じゃ、停泊所か。第一釣り人発見。第一じゃないかも。4割型エクシブの船ですね、これ。いやー、ゴールが見えてきました、やっと。長かった。また走ってきた。すげえな、どんだけ走んだよ。3回目だよ、3回目今日見んの。ここにも階段ありますね、これ。もう風強っ。釣りやるときはね、風は天敵だけど、こういう散歩してるときに風はあった方がいいね、やっぱ。トンビで、ここね、ここら辺のトンビがね、結構凶暴らしくて、なんか食って歩いてたりとか、釣りしててなんか持ってると、もうそれ取っていくらしいですよ。で、まあ昨日ね、あのホテルとこにもトンビいたんで、ちょっと餌持って、餌じゃねえや、豚肉持ってね、上上げてるとね、持ってきますからね、やっぱ。まあね、分かっててやるのと、急にね不意に来られるのと、
不意に急に来られるのとじゃ怖さがね多分全然違うから、結構バカにしてる感じですね、あのカラス。ゾンビ。そう、でも、やっぱね、頭いいっていうか、すごいですね、ゾンビが。あの、割り箸みたいな串に豚肉刺して、上上げてるだけなんだけど、それ、結構やったんですよ。5回6回ぐらいやったんだけど1回も手に当たることがないですからね。もうほんと豚肉だけ1回ね、あの割り箸も持ってかれたんですけど、もうほんと見事にね豚肉だけ、体には一切当たんないですね。でこっち向かってくるときに目が合っちゃうともう途中でやめますね。こっちが見てない、気づかれてないときに後ろからシャーって来て持ってく感じでしたね。頭がいい本当に。ちょっとジンバルつけてみようかな。手持ち疲れるんだよこれ。多分ジンバルがね電池ないこれ。あ違うな、多分熱いんだ。オッケージンバル復活。流神宮、ここね大量祈願の神様神社らしいですよ。ちょいちょい、やがましいよ、めっちゃ怒ってるやん。何そんな怒るの。これめちゃめちゃ太い。太さわかんないよねあんまり。めちゃめちゃ太い松の木。かわいそうに切られちゃったな。だんだんゴールですねこれ。だんだん そこが2日間ぐらい釣り合った堤防ですね。今日もまあポツポツ。昨日はねもう場所取るとこないぐらい人いたから、まあ昨日に比べれば少ない方ですねこれ今日。あのね先端の方意外に人がいないかと思いきや、荷物がね結構置いてあるから、あれ先端場所取りしてあるんでしょうねあれ多分。この辺にもちょっと料理屋さん、山女スノーケリングセンターとかね、お食事どころ民宿とかね、この辺の民宿とかでもね良さそうですけどね。
ここにもあるトイレ。でここが島唯一のスーパー。このスーパーのね、この中にね、これ空き缶デポジットってあるんだけど、この機械にね空き缶入れると10円くれるんですよ。ちょっとそれね別動画で出しておきますけど、空き缶1個に10円ってすごくないですか。10個入れれば100円ですからね。俺多分1日中入れてるわ。かん、はい、ここで島一周完了でございます。まあね、歩いてみて思ったのが、散歩にはいいけど、あの特に何もないです。うん、店とかもねこっちの方だけなんで、釣りとかしない人だったらあんまりね、普通の散歩以外に釣りとかしない人だったらあんまり行っても何もないかな。はい、ってな感じで初島一周でした。じゃあまた次回の動画で、バイバイ。